実を言うと、ボクシングチャンピオンの価値が下がるか下がらないかというのは、出たことよりも、出て晒した姿によって決まると俺は思ってる。もしこれがね、えー、ボクシングチャンピオン出て、はい、みんな滅殺したら、むしろボクシングの過去上がるよ。うはい、そうなので、出るだけで価値が落ちるとか、 いうことは絶対にない、うん、そうただ悲しいのは例えばね、えーまあ、今結構一番強いって言われてるジャマンの飯田正成選手っていうじゃない彼なんかは元ボクサーですよ、うん、ね。うん、でまあ、えー、日本ランキング。 まあ10位、12位ぐらいになったのかな。まあ、申し訳ないですけど、ボクサーではそんなに大したことになる人ではないです。ただ、元ボクサーです。はい、で、その後、キックボクシングとかもやって、あれに出ている。そう。まあ、あのー、格闘技とは言っても、もうあれはもうほぼキックボクシングになってるよね、うんうん、今ね。はいはい、そうオープンフィンガーグローブでやるキックボクシング。1分のね。1> 1分のそう。うん。えー、になってるので、まあ、 キックボクサーがよりやっぱりアドバンテージがあると。うねうん、いううのは俺もわかる。うん、でも要は、あれを見たときにね、もしじゃあボクシングってボクサーってすごいのっていうことを聞かれたときに俺はいつも答えるのは、ちゃんと蹴りを極めたボクサーが何をやってるかは、じゃあ飯田選手見てよって。うんうん、でしょ、うんはい、本当ならそうなるはずなんだけれども、まあメディアではそんなことは言わないよね。<laughs> うん、そうだよね。うんはい、で、ただね、 そういうことをやって、自分の、なんていうのかな、自分なりの価値を示したのが飯田選手だとしよう。うん、俺が一番悲しいのはね、出ている元日本チャンピオンたちが、最初に出て、まあ、ボロ負けするわけですよ。で、ボロ負けしたら、まあ、まだいいです。結果はしょうがない。でも出てきてね、自分は、えー、ここ,こ、こういう理由があって、あんまりなんか練習できませんでしたと。うん、あと、蹴りは、 やっぱりパンチとは違いましたと。俺はね、正直思う。ふざけんなって思う。俺がね、プロボクサーとして、さっきも言ったように、一番学んできたのは、ライフスタイルなの。他のところに持っていけるのは、そのライフスタイルなの。どういうライフスタイルかというと、何か自分の目標があったら、それに対して、必死に本気で頑張って、ね、自分の生活も全て切り詰めて、 この目標に対してクリアするためのことを本気で取り組むっていうここなのよ。ここが俺はボクサーとして一番学べたことなのよ。もし俺がブレイキングダウンに出るとしたならば、俺一年間、一分間、相手とボッコボコ殴ったり蹴ったりするという練習を俺はやる。うんうん、俺でもだよ。俺はやる。そう。 一年間、みんな一年間なんて、そんな必要ないよ、素人のどうのこうのって、関係ない。そういうことじゃないの。うん、よく言って、あの、で、出てきた子たちはね、こうやって言うの、その、ボクサーは、本物のボクサーはもっと強いですと。僕はもう引退したボクサーなんでと。うん、俺はこれに対してもふざけんなって思った。なんでか。例えばもし俺がもうブレーキングダウン出たとしよう。そしたらそれはね、俺がスコーが少ないが、ボクサーとしての看板を背負って、 出ることになるんだよ、うんうん。で、もう彼らというのは、ボクシングの看板をしょいたくなくても、しょってしまってんのよ。うん、ましてや、世界ランキングな、はい、メイウェザーがチャンピオンの時に3位とかなんかいろいろ言ってるんだから。うん、でしょそしたら人はその目で見るんだから、あなたはボクシングの看板をしょってんのよ。しょってるんだったら、それを自覚したことをやらないとダメだよ。 俺はね、それが一番悲しかったの。いいの。結果はね、人間どんな状況でも負けたり勝ったりはする。でも、蹴りに何も対応できずにボッコボコにされた後に、やっぱり蹴りは違いました。これはちょっと違うよね。俺は、ボクサーなら、それぐらい理解して、他の、だって競技違うんだから。でしょ他の格闘技を舐めずに、 アプローチしてほしかったなって俺は思う。そうですよね。